はい、皆さんこんにちは。なんかまた、恒例なんですけど、今年も、大和さんの本社に、お邪魔することになりました。はい。で、毎年出ていただいて戸出さんです。大和スタッフの戸出です。よろしくお願いします。で、急になんか連絡が来て、はい、なんかすごいことがあるんでちょっと来てくださいというふうな感じで、今日伺ったんですけど、はい、ズバッとお聞きしますが、何がどうなったんでしょうか。全く聞いてなかったんですよ、お話を。はい、はい、23年目玉の新製品、23のエアリティ、こちらが発売になります。ルビアスエアリティ、21年、ルビアスエアリティという商品出させていただいてたんですけれど、はい、今回23年はズバリエアリティ、23のエアリティが、21ルビアスエアリティのモデルチェンジで発売になります。結局ルビアスがじゃあ取れたっていうことですね。そうですね、はい。もう名称がエアリティになったという。はい。はい。わかりました。はい。まあここまではちょっとお話聞いてたんですけど、はい。はい。これからですね。じゃあまず旧ルビアスエアリティと、はい、エアリティの違いを説明していただけますか。はい。はい。今回のエアリティなんですけれど、21ルビアスエアリティとの一番の違いといたしましては、外観からもすぐにわかるようにローターの形状違いますよね。違いますね。はい。22エグジストより展開スタートいたしましたエアドライブデザイン、こちらがフル搭載といった形になります。エアドライブデザインなんですけれど、釣り人の意のままにルアーを操ることを目指した設計思想といったところで、まず1つ目がフロントユニットを大幅に軽量化することによって重心バランスの向上といったところがございます。はい。スピニングリール、重心バランス、持ち重りの軽減といってもパッとなかなかイメージしにくいかなと思うんですけれど、実はリールってこのフロント部分ですね、こちらに重心があることによってややトップヘビーな重心バランスというようなところがあったんですけれど、このフロントユニット、こちらを前モデルから軽量化することによりまして、トップヘビーだったのがより水平に近いバランスになることによって、例えばキャストの動作とかあとツイッチとかジャークの動作といったようなところで持ち重りがまず軽減したというところが一つです。そして先ほどフロントユニットを軽くしたとお話しさせていただいたんですけれど、ローター、そしてベールといった部分のパーツを軽量化することによりまして、フロントのローター部分軽くなることによってイナーシャ、低慣性実現することによって巻き出しの軽さといったところが飛躍的に向上しております。こちら22エグジスト、ネオさん使っていただいていると思うんですけれど、はい、18の全エグジストと比べてその辺の差って実際に使っていただいていかがですか。いや、もうすごい差を感じますね。もう今までずっと、まあ何年間もずっとエグジスト使ってきたんですけど、はい、一番のエグジストの変化を感じたのはやっぱり去年の22エグジストが出た時の格段の違いはもう感じてます。で、今でもまあ今現役でバリバリ使わせてもらってるんですけど、はい、もう全く違う、異次元に違います。で、その今言ったこのセンターに持ってきてるじゃないですか。はい、このバランスはものすごくよく感じてます。これがそうなったってことですよね。そうですね。はい。自重自体のスペックといたしましては、21のルビアスエアリティのフィネスカスタムの2500に比べて、約 5g 軽くなってるんですけれど、はい、この自重以上のスペック、持ち重りの軽さというところを実際の釣りでは体感していただけるかと思っております。持ち重りめっちゃ重要ですよ。自分のロットもそうなんですけど。今回出したのが、ちょっと重い、前のモデルより重いロットを出したんですけど、はい、軽く感じるんですよ。で、完全持ち重りです。だから持ち重りの大切さはすごく今分かってます、自分でも。はい、ありがとうございます。で、ローターの部分、軽くしたといったらやはり剛性の部分、非常に心配になるかと思うんですけれど、トラウト界においても特に PE とか使う釣りでしたら、はい、この、剛性の部分感じていただけるかと思います。どうしても剛性の弱いリールでしたら、ローターのこのたわみの部分ですね、たわみの剛性といった部分もあるんですけれど、剛性は落とさないままで、軽量化しているといったところですので、巻きによるたわみといったところは感じにくいかと思います。で、エアドライブデザインによりフロントデザイン、フロント部分ですね、こちら軽量化したことによって操作性非常に上がったんですけれど、もう一つエアリティの売りといたしましては、マグネシウム製のフルメタルのモノコックボディ。はい。モノコックボディそのものなんですけれど、マグネシウムボディ一体成形のボディに大口径のタフデジギアを封入してアルミのエンジンプレートで蓋をするという、この構造が強さの証というようなところになるんですけれど、さらにそれがフルメタルというところがヤリティの特徴です。G102500 番で、はい、なんと今回フルメタルボディ使いながらも 150g。すごいですよね。150っすよ。これも本当すごいと思います。ただ、もう前からもうその、はい、なんだろう、軽量で争うみたいなのはちょっと終わったかなと思ってるんですけど、はい、今回は、タフな上に、はい、さらにまた 5g ぐらい落としたんですよね。そうですね。はい、そうですよね。すごいと思います。おっしゃる通り、はい、やはり自重の軽さだけではなく、うん、そこって剛性を落とせればまだまだ軽くできるんですけれど、剛性のない、実調で役に立たない軽さというところはやっぱりなかなか難しい部分ございますので、剛性を維持したままさらに軽く、そしてスペックだけの軽さではなくエアドライブデザインによる自重の重心バランスの改良といったところと、さらに巻き立ちの軽さといった操作性も軽いし自重も軽いといったようなところが今回実現できているリールが完成しております。でこうやってちょっとお話を聞くと、はい、そうなってくると、一応エアリティは、フラッグシップのエグジストのランクでいうとその下になる。そうですね、はい、弊社ですと、エグジスト、そしてエアリティでセルテートというような価格帯の、それぞれの性格といったところはあるんですけれど、はい、価格だけでいくとそういった住み分けしております。はい、で今性能のちょっとお話を聞くと思い出すのは去年の動画なんですよ。はい、となるとなんかエグジストに近い感じがちょっとするんですけど、はいはい、今度は逆にエグジストと違うところはどこなんでしょうか。はい、まず、エグジストとエアリティの違いといたしましては、エグジストは当社のフラッグシップといたしまして、エグジスト会員なども設けながらフラッグシップならではのアフターサービスなども含めた対応させていただいております。そこ以外の部分で、物の違いといったところを説明させていただきますと、エグジストに関してはまず一番違うところはドライブギアの両端部、こちらにマグシールド BB が入っております。はい、そうですね。マグシールド BB がここに入ることによりまして完全防水 IPX の8相当の完全防水のボディになっているので、防水性といったところではエグジストがもちろん上になっておりますが、その他の部分でいきますとスプールメタル BB ですね。こちらスプールを外したところに見える白いカラーがございますが、エグジストはこちらがボールベアリングですので、はい、ドラグの出だしといったようなところではさらにエグジストが上といったところになっておりますが、その他の部分におきましてはもう限りなくエグジストに近いスペックといったところになります。はい、そうですよね。ちょっと先ほど見せていただいたんですけど、はい、なんかコストパフォーマンスすごいですよね。ありがとうございます。価格って大体言えるんですか今。価格はすみません、ちょっと店頭の方チェックしていただけたら。そうですよね。はい。私が聞いてる範囲だと結構違うんですよ。エグジストとエアリティは。はい。そうするとんっていうなんかこれすごいなっていうはい。はい、これはちょっと言えるバチカレで皆さんのちょっとお伝えできるとは思うんですけど、コストパフォーマンスすごいですよね。コストパフォーマンスはおそらく最強クラス。最強ですよね。はい、多分最強ですよね。はい。はい。ここがね一番の売りかなというふうに思います。これは個人的な意見なんですけど、はい、ほぼエグジストに近いものがこの価格で購入できるのかなっていうふうに今思ってます。はい、ありがとうございます。はい。あとデザインもかっこいいですよね。ありがとうございます。デザインに関しましてはこちら21のルビアスエアリティあるんですけれど、はい、しっかりと正当進化させた上で。はい、イメージカラーといったところを踏襲しつつも、しっかりと進化したというところになります。スプールめっちゃかっこいいですよね。ありがとうございます。だいたい私は、はい、スプール取り替えちゃうんですけど、はい、これは買えないかなっていうぐらいかっこいいですね。ぜひこのまま使ってください。すごい色がいい。これすごい。はい。ちょうど新旧モデルこちら巻き比べ比較していただくのに準備しているので、はい、よかったらこちら巻き比べてみてください。はい、こちらが21のルビアスエアリティ。21ですよね。はい。はい、ローターの感性の違いといったところ。はい、普段エグジストとルビアスエアリティを使わせてもらってるんです。はい、今でも。はい。だから多分これはもう私が毎日のように使ってるリールなのでよくわかります。はい。これですよね。でこれが出た時も正直驚いたんですよ。これはもうなんかノーマルのまま全然使えるとすごいというふうにルビアスエアリティから思ってたんですよね。でエグジストが出てまたさらにとんでもないことになったというふうに思ってて、で今回23ですよね。はい、23エアリティ。これはもう、これ言っていいのかな。ほぼ巻き心地は、まあ、フラッグシップですね。ありがとうございます。はい、あと、このバランスも。だから、まだちょっと現場では使ってないんですけど、はい、釣りには行ってないんですけど、はい、早く使ってみて、釣りをしてみて、はい、まあ、21ルビアスエアリティと、あとは現役の22エグジストと比べてどうなるかっていうのがすごく楽しみですね。ありがとうございます。番手、はい、サイズいろんなの出てると思うんですけど、ちょっと教えていただけますか。はい、ざっとでいいので、はい。ラインナップといたしましては、LT の2000番 SP ローギアパワーギアのモデルから、なんと大きいところは今回 LT の5000番の CXH サイズといったところで、こちらが一番小さいモデルから一番大きいモデルといったところのラインナップになっております。5000、そんな大きくないね。5000番の C サイズですので、ボディは4000番サイズといったところになりますね。で、こちらエリアとラウト、まあ、ライトソルトといったところからライトショアジギングまで幅広いルアーマンを対象としたラインナップになっております。で、戸田さん、一番気になるのが、ちょっと私が一番気になるのは、まあ、お客さんも気になると思うんですよ、はい、視聴者の皆さんも。私に合ってるのはどれ？はい、はい、ネオさんに、まあ、好んで使っていただけるだろうなといった番手が、はいはい、LT の 2500S といったところで、はい、こちらの番手ですね。はい、LT の2500の S、 シャロースプールのモデルになります。はい、こちら 150g の超軽量スペックに150だもんな。はい、エアドライブデザイン搭載といった、はい、いかがでしょう。はい、これもね、本当デザインの格好めっちゃいいよね。今私が使っているイグジストは何グラム？今 LT の 2500S のイグジストを使っていただいてるんですけれど、はい、そちらで 160g ですね。はい。これじゃ 10g 軽い。10g 軽いです。で、ちなみに、はい、ちょっと言っていいのかと、お値段なんですけど、はい、おいくらになる予定でしょうか。2000の、SP と2000番サイズが、一番小さいところで、定価で63,500円からのラインナップになっております。だからイグジストがちょっと値段言っていいの？イグジストは10万超えてるんで、そうやって考えるととんでもないコストパフォーマンスですよね。ってお答えできないかもしれないんですけど、っていう感じです。あ、これやばいっすね。あ、すごい。わかりました。じゃあちょっと、まあ私的には現場ですね。はい、現場で使ってどうなのかっていう形になってくると思うんですよ。すげえ楽しみです。で、これ店頭に並ぶのは大体いつぐらい予定されてますか？はい、こちら2000番の小型サイズから2500、3000番 LT3000 といったところまでは2月中に店頭に並ぶと。あ、2月中？はい。早っ。いっぺんにですか？そうですね。で、大型番手の、はい、3000番のパワーカスタムから上4000、5000といったところは3月を予定しております。早いですね。はい。なので、フィッシングショーが終われば間もなく言ってるうちに店頭に並ぶとスケジュールです。これもう予約だね、皆さんね。これも予約っすね。ありがとうございます。これね、まあ今から多分細かく撮ってもらうんですけど、はい、めっちゃかっこいいです。個人的にはスティーズがかっこいいってずっと思ってたんですよ。はいはいはい。はい、これ超えるな。スティーズもね、はい、結構このマット調のデザイン使ってますもんね。そうなんです。あれが好きなんですけど、まあ性能的にどうしてもイグジスト使ったりはしてたんですけど、はい、これすごくいいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ2月中に変えて63,500円からですよね。からです。はい。はい、じゃあ店頭でね、皆さんちょっと触っていただいたり。で、多分私ももう皆さんとお会いする頃には使ってると思いますので、はい、見して見してとか貸して貸してって言ったらいいよって言ってお貸しできるんで、ちょっと試していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。